脳、つまり脳にできた記憶回路自体は、つまり結果というかこれ自体はつまり発想なわけですけど、発想というのはつまり結果であり現実である。今まではこの結果がね、例にすると最終結果としては苦しいとか、辛いとか、モヤモヤとか、不安とか作るわけじゃないですか。言うなれば結果や現実っていうのはいつもスタイルとしてはこれは主観なのでね、自分がこう思ってるっていうことで、ここの部分を一般的には顕在意識っていうような言い方で表現されることが多いでしょうかね。で、2番目、だからこれね、これが表層だとするとよくさ、こういうふうに書くじゃんね、氷山の一角ですみたいなね。じゃあここが地下1階だとすると、ここ2階から何階まであるんだか、まあ、みたいな、そういうイメージで聞いてほしいんですけど、苦しいのはなぜかっていうと、例えばね、こんな風になるんじゃない、失敗したからとかさ。でもなぜ失敗したらダメなのって話になってくると、価値が下がったって思うからじゃない。で、階層4としては価値が下がるっていうことは、じゃあ居場所ない、ここら辺は、だから例えば役立たずだと、5番目に来るのは生きれないってことになっちゃう。だって生きる居場所がないってことだから、だからここら辺はさ、5回ぐらいまで、まあ例えばまああったとして、どっちかっていうと一番いつも常に主観として発生している部分はここが大きいんですよ。いつも感じることはここ。じく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 してるっていうか、ここ氷山の一角って言っても2回ぐらいまでちょっと浮いたり沈んだりこうしてね、出てきたり出てこなかったり、出てきたり出てこなかったりっていう風にするんだと思うんですよ。なんでそう言えるかっていうとね、ここら辺ぐらいからがっつりこう防衛規制に入るから。要は私失敗したかもっていう風に結論付けたいような気がした時に、防衛規制が働くことによって、自分が完全に失敗したわけではないみたいなことを作り出そうとするっていうことが、ここら辺から、こう、防衛規制によって浮上をするっていう感じで、なんていうのかな、自分がズボーンってこう、下までドーンって落っこちていかないように、ここら辺で調整するんだね。ここら辺ぐらいから。でもさ、これ危ういわけじゃないですか。失敗したと思う。でも仕方なかったと思う、失敗したと思う、仕方なかったと思うというふうに、これは大体ね、ここら辺で浮上するためにこう仕方ないっていう言い方ができるものを作りたがるんです。だとそれが自己弁護という言い方だったり、言い訳っていうことだったり、人のせいとかっていうふうに責任転嫁のような批判だったりとかっていうことを通して、失敗したっていう結論をまあなかったことにしたり、ありになっちゃったりなかったりしちゃったりとかいうふうに揺らめくわけですよね、ここね。で、まあ確定的にちょっと防衛規制がじゃあちょっとここのところでセーフになる場合もあるわけよ。だってあの人が悪かったからさみたいな感じで、批判とかっていう手段がまかり通るとか、まあ責任転嫁ってことですけど、あと言い訳とかが成功しちゃうと、仕方ない仕方ないみたいなことで、仕方ない作りが行われると、一応2番から下っていうのはないみたいな感じの主観になるんだけれど、今度はちょっとやっぱギリギリ私言い訳や批判まかり通んないなっていう風になってくると、失敗したが確定してちょっとその下に定職してくるわけですよ。価値がないだと後悔するということが起きるんだけれど、後悔はほぼほぼね、こうすればよかった、ああすればよかったって本当はできたであろう、私本当は失敗しないでできるとしたらこうしたっていう考えで自分を慰めるんですよ。で、次回からこうしないようにするっていう意味も含めて、過去の失敗に対する反省みたいなこととか、自分がやらかした失敗に対してほら罰を与える、罪悪感とかもそうだし、自責の念とかも、まあ罰を与えるから
そう、私が失敗したんです、悪かったんです、だから次からはこうしないんです、あーだけどなんであんなことしちゃったんだ、こうできたはずなのにっていう風に、自分は失敗しないスキルがあるっていうことを、なんか慰めっていう形みたいな感じなんですよね。だけど慰めをしたいんだけど、 ほぼほぼそこは後悔とかね、後悔や罪悪っていうこととかを繰り返すっていう、なのでこれをやってるわけですよ。つまり価値が下がらないために、これ以上下がらないために、次にできることだったり、本当はこうすればよかったことは私は知っていたとか知っているっていう、慰めみたいなことに該当するようなことをずっとずっとやりたくなっちゃうんですよ。それをやってる間に下に行かないから、だって本当は私できたんだもんって、本当はできたのにやれなかったのは残念だ、なんでやらなかったんだろうって罪を与えるんだけど、でも本当は知ってたっていう風に言ったり来たりするわけなので、だんだんこの貿易性があるっていう記憶回路が、よく私がね、あの無価値観の OS っていう名付ける記憶回路が働いてると、こういうことが起きるんだけど、普段は主観がメインにバーって出てて、あの顕在意識なんていう風に言えるところは、一番はだから1って書いてあるから、ここら辺で言ったとしても 2があってもないことにするから、貿易性はね。で2があったことになっても3ぐらいからはないことにしようとするのが貿易性だから、自分が何をやってるかっていうのがわからないんですよ。この記憶回路が作る発想っていうのを結果だけ見るから、結果一番に出てくるのは、表層に顔出すのは1だから、これが結果であってほんの人の現実なんですよ。でせいぜい2ぐらいまでが結果や現実になりかかるんだけれども、一応揉み消すから貿易性で、だから結局主観は1ということになるんだけれども、実際はこの行ったり来たりがあること自体がまあ苦しかったりするだけなんだけどね、本当は。でここがね、見て取れないから、主観がここバーって一番だけで終わってんの。だからどうすればいいかっていうの、どうすればいいかって、うん。でもさ、簡単だと思いません？こんなのやめたらいいっていうことが結論じゃないですか。でもこんなのやめたらいいっていうのは、なぜかというと、ここのか、ここを作るの記憶回路連携がバーって、これ全部が、あのその記憶回路が受け負ってる発想群なので、主観だけが表面にポコッと出てるものを普段感知してるだけだから、こんなことが眠ってるっていう風になんないの。なぜかというと、そういう風に生きれないって、自殺みたいなことになる前段階でさ、揉み消したりとかして、もう、そうならないようにしてるからね。だからなんか感知されてるのは、このやり取りをしてるだけでも苦しいんですよ。だって自分を下に、本当は下にガーって落ちてくはずなのを無理やり浮上させるようなことを常にやってるってことは、基本的には降下してるわけじゃないですか。基本的には怒ってんだけど、なんとか、はい、大丈夫、はい、大丈夫っていうふうに、こう、底上げしてるみたいなことを、大体2番か3番あたりの階層ぐらいまでで、一応下までビューって落っこちないように、落っこちるのは、はい大丈夫、はい大丈夫っていう風にさ、何回も何回もこうやって浮上させるみたいなことをぐるぐるやってるっていうことを起こしてるから、それそのものがもう苦しいっていうことに感知されちゃうんですよ。なので客観性は起きないんですね。とりあえずただこの回路体系がぐる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 こう加工するところを上げるみたいな考え、加工する、上げる、加工する、上げるってことをただぐる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 やってて、まあそれ自身が苦しいってことになってくるわけなんでしょうけれども、なのでまあこれこういうことが起きてんだっていうふうに分かったら、じゃあこれこの記憶回路をまあなくそうって話じゃないですよ。この記憶回路自体がなかったらこんな結果っていうことが作れなくなるわけですよね。だってこの記憶回路がこの結果主観を作ってるんだとしたら、じゃあこれがない時にこんな苦しいなんて作れてないじゃんみたいなことになっちゃうわけだよね。でもこの記憶回路は意図的に止めることはできないけれども、ああこんなことが起きてたんだっていうことを今知る。なるほどねーって、こんなことやってたらそりゃねーっていうふうに分かるっていうことが、分かったからこれが止まるんじゃなくって、分かるっていうことの発想が巡り始めて、それが稼働するから、なんかこの行ったり来たりをする暇がなくなるだけ。人のことはなんで分かるかっていうとね、別に防衛してやる必要がないからですよ。
自分で自分のことを防衛し始めるってこと、これがいわゆる夢中さを作る原因なわけですから。例えばさ、その人が全体、社会全般が脅威っていうふうに感じるっていう、もう記憶回路があるとすると、それが誰であれ何であれ、あるいは普段はそうあんまり思ってないけど、何かこういう言葉や態度が飛んできた時はとかっていうふうに、まあ防衛が強まるスイッチみたいなのがあったり、刺激スイッチがあるかも、情報としてね、あるかもしれないですよ。例えば、こう自分がジャッジされかかる場っていう刺激がスイッチになってるかもしれないし、刺激してくるような発言をするっていうふうに、その人が思えるような人が発動スイッチになるかもしれないし、別に遠くにも発動スイッチがなくて、もうそもそもの世間っていうものがっていうふうになってるかもしれないし、わからないですね。いろんな場合があると思います。いや、人々にはいろんな場合、シチュエーションがあると思います。で、まあ、特に、そもそもじゃあ世間みたいな広く一般に対して、そう、ビビってるとすると、対面する相手に対しては、ものすごく脅威を瞬時に感じるっていうことがあるかもしれないし、そんなにないんだけど、すごく自分のことに対してあれやこれや言ってくるかもしれないっていうふうに、その人が思った人に対してすごく防衛を働かせるかもしれないんですよ。今度このことが分かってくると、あ、基本防衛が起きてらっしゃる、あ、こっち見たら、あ、これも防衛なんかね、結局なんか防衛規制が働いてバリバリ働いてるっていう人しかいないんじゃないかっていうふうに見えてくると思うんですよ。井戸の中にいてわちゃわちゃと一緒に泳いでた蛙だったんだけど、ポーンって井戸の外から出てきたら、あー、カワズしかいなかったんだみたいな風に、こうカワズを眺めることになる。それが客観性である抽象性だし。